アサトです。えー、聖書一日一章の時間となりました。今日は伝道者の書の二章です。えー、では、早速、伝道者の書の二章を見ていきます。えー、伝道者の書の二章。<laughs> 私は心の中で言った。さああ快楽を味わってみるがよい、えー。楽しんでみるがよい。しかし、これもまた、なんと難しいことか、笑いか、馬鹿らしいことだ。快楽が。 それが一体何になろう私は心の中で私の心は知恵によって導かれているが体はブ道ウで元気づけようと考えた人の子が短い一生の間天の下ですることについて何か良い顔を,を見るまでは愚かさを身につけていようと考えた私は事業を拡張し邸宅を建てブド畑を設け庭と園を作り そこにあらゆる種類の果汁を植えた。木の茂った森を潤すために池も作った。私は男女の奴隷を得た。私には家で生まれた奴隷があった。私には私より先にエルサレムにいた。誰よりも多くの牛や羊もあった。私はまた銀や木、えー、それに王たちや諸集の宝も集めた。私は男女の 歌歌いを作り、人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れた。私は私より先、エルサイムにいた。誰よりも偉大なものとなった。しかも私の知恵は私から離れなかった。私は私の目の欲するものは何でもこま拒まず、心をの文くままにあらゆる楽しみをした。実に私の心はどんなろくをも喜んだ。これが私のすべての。 ロ、えークによる私の受ける分であった。しかし私が手がけたあらゆる事業とそのために私が骨折ったロークとを振り返ってみるとなんと全てが虚なしいことよ。風を負うようなものだ。火の下には何一つ液になるものはない。私を振り返って知恵と狂気と愚かさとを見た。一体、えー、王の後を継ぐ ものもすぐになされたことをするのに過ぎないではないか私は見た光が闇にまっているように知恵は愚かさにまっていることを知恵のあるものはその頭に根があるが愚かなものは闇の中を歩くしかし皆同じ結末にいくつく、うん、ことを私は知った <laughs> 私は心の中で言った 私も愚かなものと同じ結末に行くつくのなら、それでは私の知恵は私に何の益になろうか、私は心の中で語った、これもまた虚なしいと。事実、知恵あるものも愚かなものもいつまでも記憶されることはない。日が経つと一切は忘れられてしまう。知恵あるものも愚かなものと共に死んでいなくなる。私は生きていることを憎んだ。 火の下で行われる技は私にとっては技はだ。すべては虚しく風を覆うようなものだから。私は火の下で骨折った一切のロークを憎んだ後継者のために残さなければならないからである。後継者が知恵あるものか愚かなものか誰に分かろう。しかも私が火の下で骨折り血を使ってしたすべてのロークをそのものが支配するようになるのだ。これもまた虚しし。 私は火の下で骨折った一切のロ苦クを思い返して絶望した。どんなに人が知恵と知識と才能を持ってロークしても何のロ苦クもしなかったものに自分の若いまえを譲らなければならない。これもまた虚しく非常に悪いことだ。実に火の下で骨折った一切のロ苦クと思いわらいは人に何になる。その一生は悲しみであり、その仕事には悩みがあり、その心は 昼も休まらない。これもまた虚しい。人には食べたり飲んだりし、自分のロークに満足を見出す。より他に何も良いことがない。これもまた神の御てによることが多かった。実に神から離れて誰が食べ、誰が楽しむことができようか。なぜなら神は御ここにかなう人には知恵と知識と喜びを与え、罪人には神の御ここにかなうものに渡すために 集め蓄える仕事を与えられる米もまたむなしく風を覆うようなものだ感謝いたします、えー、伝統者の書の二章でした、えー、この聖書の御言葉をあなたの心に魂に、えー、この聖書あなたのもとに、えー、ますあとの聖書一日一章でしたますあとの、えー、YouTube チャンネル登録またコメントいいねボタン等よろしくお願いいたします、えー、次回の聖書一日一章 伝道者の書でお会いいたしましょう。マスターとした仕上げネスパジャンブルズユー、シャロム、シャロム